そっけないっていうのが、まあ、上がっても下がってもないので10点。ボンボやっぱ仕事のやりがいを見出してくるっていう。サンプル入れてください。ということで、アモーカーアミーゴ何回目？2回目です。ミオモーカメということで、会社が変わったみたいで。前回は ROI だったんですけど、株式会社ファンクルになりました。分かりやすく商品名と会社名が一緒になったと。そうです。日本一の覆面調査会社だったもんね。そうです。今もでしょ？今もそれは変わらずなんですけど、ちょっと中身がよりバージョンアップした。前までは覆面調査っていう形で、こうお店のチェックをして、まあそれをこう店舗の皆さんが見て、こうどう改善するかとかも考えてもらってたんですけど、新しくなって、まあ弊社の方で分析とかもよりしていって、なんか特許取ったそうで。そうです、そうです。なんで東京特許かけかけ、店舗の皆さんがもうどこからやればいいかとか考えなくていいように、もうそこも私たちでお伝えします。もう上から順番にやっていけばいい。今日僕は大事なテーマをお聞きしたいと思っております。はい。やっぱ飲食店って再来店が大事じゃないですか。そうですね。で、再来店をさせるためにどうしようかなという今日ご相談なんですけど、はい、なんか考えあります？あります。おお、ズバリ。そっけないっていうのが、まあ、接客における一番危ないよっていうポイントでして。そっけないのなんかもう嫌やもん。アンケートのデータを分析しても、そっけなさっていうのが接客の評価に対してすごいこう悪影響を及ぼしている、一番大きい要因っていうふうに出てるんです。約1万件の調査の結果、はい、一番やったらいけないことは？そっけない。はい。笑顔がなかったりすると、この店員さんちょっとそっけないなって。料理作ってる時もこうぶっちょうずら で読んでもはーいみたいな、はい、ということで今日はですね , 笑顔ということでプロの先生を呼んでおりますので、本当に笑顔になれるかどうかガチ検証していきたいと思いますので、おもかおもかおもか笑顔になるための研修会ということで、今までで5万人以上のモデル、タレント、政治家をはじめ笑顔を教えてきました。未達に嘆く営業マンと飲食店の未来を憂う経営者ですね、笑顔の授業を受けていきたいと思いますので。では質問です。この見た目と中身どっちが大事だと思いますか？見た目の方が大事だと思う人。それでは中身の方が絶対大事に決まってるという人。私は人は中身の方が大事だとは思ってます。人の内面の一番外側が外見ということなんです。まあ内面も外面もどっちも大事で、どっちもやないかい。どっちもつながっているということです。内面の良さをさらに表すためにも外見を磨きましょうという表情のお話をしていきたいと思います。自分の今の笑顔をチェックしてほしいんですけど、いいですね。ポイントになる目と歯と口角と頬、あと全体の雰囲気っていう5項目がチェックポイントになってきます。目はよく笑ってる目をしているので、涙袋もしっかりと発達していてぷっくりとしています。でこれ涙袋ある人ってフェロモンタンクっていう部分なので、モテる人は涙袋結構ぷっくりしています。この頬の部分が丸く高く位置が高くなっていると笑顔力が高いんですが、深見さんの方は丸くなっていて高さもある方です。たださらに良くするにはこの頬の位置がもっと高い方が高得点が狙えます。口角は上がっても下がってもいません。平均点。平均点。歯の部分なんですが、上の歯が10本見えているっていうのがスマイルの世界ではパーフェクトスマイル、セレブスマイルというですね、パーフェクトスマイル、はい、素晴らしい笑顔なんですが、残念なところが深見さんはですね、下の歯も見えちゃってるんです。例えば私が笑った時に、おお、はい、笑ってない、はい、こうやってこんにちはって笑うのと、あとこんにちはって笑うのと、どっちの方が美しいですかっていうところですね。笑顔採点していきます、はい、ではまず頬の高さと丸み15点。15点。目が笑ってるかどうか、こちらも15点。15点。口角上がっても下がってもないので10点。はい。下の歯も見えてしまっているので13点。そして全体の雰囲気、これは、
55点合計すると68点イエーイ未達に嘆く営業マン、じゃあ花さんの笑顔採点させていただきます。涙袋がですね笑った時に結構発達する感じなのでここはポイントが高いです。それと目元にシワが寄る、ここすごくいいですね。作り笑いかどうかのポイントというのが目元の笑顔なんですが、その目元にシワが寄る、笑いじわができるっていうのが本気で笑ってるっていう証なので頬の位置がとっても高いです。口角は鼻さんも上がっても下がってもいないですね。近点そうなんです。歯については6本見えてます。8本は見えていて欲しかったかなというところで平均点よりちょっと下げさせていただこうと思います。で全体の雰囲気はとってもなんか華やかな感じがあるので、うん、そこは好感度高いです。5項目で採点していきます。目についてなんですが、笑ってるところは困ってない困ってはんねん目だけ見たときに若干笑ってるように見えるので12点はい。頬は丸みがもうちょっとあったらいいかな15点おー、はい、口角上がっても下がってもないので10点、歯がちょっと見え方が少ないので9点あれ。そして全体の雰囲気はとっても華やかで明るい印象があるので17点おー113点、はい、13点ありがとうございます。ではここから実践いきますよ、はい、お願いします。キスすきというエクササイズです、はい、キスっていうのは愛情表現の言葉、うん、それから好きっていうのはいい言葉なので、はい、プラスの言葉です、はい、キス好きって言ってるだけで、はい、もう気分が上がります。あ大事なのがキーの口なんですが、斜め上に上げることを意識しながら、うん、もっと横に横にいっぱい上の歯だけ上の歯だけちょっとキーでキープしてくださいね。実は唇を丸めて鼻よりも前に突き出すぐらいの感じでスー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 、横から見て鼻より出てるぐらい突き出してください。スースーキースースーキっていうのを3回やっていきますよ、はい、キースー突き出して突き出してスースースこれ結構しんどいな。これも私目標は筋肉痛になってもらうことなので、顔はこの小さい円の中に32個の筋肉があると言われています。体と同じで鍛えなければ必ず衰えます。次にストローを使って天使あたりでストローを加えます。じゃあこの状態で頬を持ち上げることを意識してこの辺に力を入れる感じですね、うん、ここを上に持ち上げるのを意識しながら、はいはい、唇も一緒に持ち上げていきましょう、うん、10秒キープで次やっていきたいと思うんです、はい、ほっぺたに圧迫されて目がちょっとこう、はい、押される感じ、はいはいはい、その感覚をしっかりと覚えながら、はい、はい、スタート、あと5秒はい、お疲れ様です。最初はきつかったら10秒、慣れてきたら20秒で毎日やって、そっけないのが良くないってふみさんおっしゃってたんですが、はいはいはい、忙しい時飲食業の人、まあ、バタバタ走り回ってますよね。その時怖い顔で走り回ってるのか、うん、口角だけは上がっててこうやって走り回ってる方では話しかけられるか話しかけられないかが全然違うので、普段のこういうトレーニングで真顔でもちょっと微笑んでるように見えるぐらいの顔を作っていただくのがいいかなと思います。素晴らしい、はい、ビフォーとアフターを比べて、はい、さっきのフルスマイルが良くなってるかをチェックしたいと思います。はい、お願いします、はい、笑えてる感じと目元のシワのね寄り方がいい感じなので、はい、笑いじわが増えてる感じですので、そして頬ですね、丸みアップしてる感じがしますね。お口元、口角がですね、はい、さっきよりも、はい、均等になってますね。左右が一番の成長ポイント、お上の歯だけが綺麗に見えているところです、うん、上の歯だけが10本見えてます。お全体の雰囲気は明るい、そしてなんか顔色良くなってますね。さっきより5項目で採点していきます。目18点、おで歯完璧な10本スマイル20点です。口角は15点、よし、頬
18点。あ、全体の雰囲気、これがすごくいいですね。ちょっと無理してる感だけを差し引いて18点。よし、89。これは芸能人の笑顔採点もしている私でも高得点の方です。目元がさっきとそんなに変わってないです微笑んでる感は出てます。確かにほっぺはいいんですよね。さっきよりもいい感じの丸み、うれそう、はい、うれそう、口角は若干端が上がりましたね。歯はですね8本ですかね。歯の数も増えました。目が15点。おー、歯は13点、口角は14点。14点、はい、ほっぺ16点。おー、ちょいアップ。はい、全体の雰囲気は、おー、はい、77点。だいぶ上がりました。ありがとうございます。キース好き、おか、おもか、おもか、笑顔トレーニングバッキバキで終わりまして、新ファンクル考察も踏まえながら、どのように顧客満足度が上がって笑顔につながってということをエグゼクティブマネージャーのご総括いただきたいと思うんですけど、なんかラジオパーソナリティもされているということ。そうですね、僕はあの好きなあのラジオパーソナリティがありがとう浜村淳です。ありがとう浜村淳です。あ、知らないですかということで、はい、今回作り笑顔って気になりません、うん、やっぱ内面が楽しんでないから笑顔出ない、うん、従業員の内面を見えるように楽しく働けてるかっていう従業員満足度を調査するということをやっておりまして、それがさらにパワーアップしているというか、従業員の人たちがまあ働き続けたい、どういう傾向にあるかですね、はい、とある店舗で働き続けたいですって言ってる人、うん、まあ、上が高いスコア90点だったらもうずっと働き続けたいって言ってる人、うんうん、下の60点はあ、もう働かないかも、うん、特徴的なのはお客様に喜んでもらおうって思ってる人、うんうんうん、そういう人たちがいる店舗はやっぱり働き続けたいって思ってる、はいはいはい、でその次がお客様に対するサービスをしっかりやろう、この2つがすごく大事かなというところで、うん、自主性と主体性かなっていうところで、自主性と主体性ありますか。自主性と頑張ってますこの自主性と主体性がない店舗がどうかっていうのが真ん中から下ですね。教育とか、まあ、店舗の情報共有がないと働きたくないなと思ったり、うん、笑顔なくなりますね。内面が壊れていると、はい、笑顔トレーニングを受けても作り顔になっちゃうと。とあるクライアントさんの事例があるんですよね。そう、これとある店舗さんの従業員満足度を、うん、時系列で左から右にこう流していってるんですけども、うん、まあ、大きく5つですね。仕事の中身自体のやりがいだったり、まあ、職場環境、さっきのまあ人間関係とかコミュニケーションとかっていうのもありつつ、あとは仲間、うん、従業員同士ですね、あとは上司、あとは健康かどうかみたいなこのつながりを見せてるんですけども、はい、働き続けたいっていう理由は何かっていうところで、一番直結してるのはこの丸の大きさ。一番最初は職場環境が大きい、はい、で職場環境って何に繋がってるかって、上司との関係とか仲間とかだったりっていうところがまあ起因してるっていうところですね。それがだん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 まあ仕事っていう部分がここの職場環境の結びつきも強くなって、おー、二重線になった。そうなんです。ここから次もう仕事が追い抜いちゃって、お、仕事のやりがいっていうところがどんどんこう上がっていくっていうところですね。職場環境いい状態、まあ、継続しているとどんどんやっぱ仕事のやりがいを見出してくるっていうところにつながってくるっていうところですかね、うんうんうん、職場環境を良くして仕事のやりがいを良くしていくと、はい、継続意思が増えるので、はい、辞めさせたくない、働き続けてほしいチームは笑顔になるような職場作りと、ということです。どうやったらいいですか。ファンクル入れてください。ということで、はい、従業員満足度もやってますよということで、はい、こうやって分析のパワーも上がってると。そういうことです。ということで、おもうか、おもうか、おもうか。今日先生ありがとうございました。私浜村淳さんの番組出たことありますよ。まさかの伏線回収。ありがとう浜村淳です。ありがとう浜村淳です。笑顔の授業どうでした。いいなっていう笑顔の人でも、割と動かしてない筋肉があるんですよね。
笑顔が筋トレっていうロジックがすごい面白かったです。ミーティングの前とか朝礼の時とかに傷つきやっていただいたり、先生を企業に来てもらったりとかすることもできるんですか？はい、できます。あ、じゃあぜひ問い合わせ先、概要欄貼っときますので、はい、まあ、笑顔がいかにいい再来店と関係があるかというのを今日学んでいただきましたので、今日の経営論ババン、和眼線。今日の経論の言葉あっさりなんですが、これはどちら様のお言葉でしょうか？はい、これはお釈迦様の言葉でして、ははこれ読んで字のごとくですね、うん、こう優しい顔、すなわち笑顔でいることが施しになりますよ、あなたは笑っているだけで価値があるという言葉です。素敵。仕事もそうですし、サービスマンもそうですし、いろんな人がこうやって和眼線で、生きていければ世界平和につながりますね。はい、はい、思うか見ていただいて和眼線に行きましょう。チャンネル登録お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。おもか、ありがとう浜村淳です。ありがとう浜村淳です。ありがとう浜村淳です。